散財は人生や。どうも直島です。2月も恒例の買ってよかったものを紹介していくで。今回は全部小物系。この時期はあんま大型ガジェットが出ないんよね。多分春頃になるといろいろでかいのが出てくると思う。ってことで1つ目はファイナルの A8000。 これは数年ぶりに音質で感動させてくれたイヤホンやね。多分紹介してもほとんどの人が買わんことは分かってるんやけど、それでもあえて言いたい。今月買ってよかった。とにかく解像度が高くて、頭の中にアーティストが入ってるみたいなリアリティ。これ買うまで音楽っていうと作業用 BGM としてしか聞いてなかったんやけど、音楽を聴くっていう新しい娯楽が生まれたね。無線イヤホンが主流になった今だからこそ有線イヤホンをしたい。外出中とか機能性を重視したい時はワイヤレスイヤホン。家で編集作業する時は耳に優しめのイヤホン。音楽のお湯に浸かりたい時は有線イヤホンがええで。2つ目は段ボールストッカー。一見何の変哲もないプラスチックなんやけど、ほんまに何の変哲もない商品。ただネットショッピングが多い人なら確実に QOL 爆上げするのがこの商品。作りとしてはプラスチックのスタンドにコロコロがついているシンプルな構造。ここに開け終わった段ボールを挟んで、ある程度溜まってきたらゴミ出し。これだけでかなり小スペース化できるから、ほんまええで。ワイは毎日段ボールが届くから、もう1個買ってもええレベル。Twitter で紹介したら結構好評やってんけど、山崎実業って人気の企業なんかな。Amazon とか調べてみたら地味やけど、役立ちそうなもの量産してたから、また何か買うと思う。3つ目は NFC タグ。これはジャンルとしてはスマート家電になるんかな。アレクサとかスマート家電操作できるもん限定にはなるんやけど、例えばこの NFC タグにライトのオンオフを設定する。で、スマホをタグにかざしたら実行されるって感じのアナログとハイテクの間みたいな使い方やね。ただ声で制御するのがめんどくさい時はこっちの方がむしろ楽やねんな。例えば電気つける時とかって声で操作するより手でスイッチを押した方が早いやろ。手で押すにはボタンはちょっと遠いって時にタグ設定する感じ。感覚的には自分の好きな場所にボタンを配置するのと近いね。4つ目はモフトのスマホスタンド。スマホのスタンドとしてまず優秀で、縦置きもできるし、 iMac みたいに横置きもできるんよね。モフト自体はだいぶ前からあったけど、今回のマグネット対応でさらに便利になったと思う。あとはカードホルダーとしても優秀で、クレカが3枚入る収納力。買ってすぐの頃は3枚入れると結構キツキツで使いにくかったんやけど、最近は3枚挟んでもちょうどいい締まり具合になってきたんよね。使わん時は外すこともできるから、何もつけずにケースのみで使ってる。モフトの方はクレカホルダーとしてデスクの下に置いてるで。使いたい時だけ使えるっていうのもマグネットのええところやな。ちなみに東海オンエアの柴優も多分モフト使ってて地味に嬉しかった。4つ目は地震対策で買った突っ張り棒。ちょっと前に大きめの地震があったと思うんやけど、結構みんなの家がめちゃくちゃになってたよね。あれ見てさすがにワイも怖くなったというか、やっぱ日本に住んでる以上は対策せなあかんなって思った。特にワイの家の中で棚がいっぱいある部屋があるんやけど、それが倒れるとシャレにならんなってことで買ったのが転倒防止用の突っ張り棒。まだ地震が来てないから効果がどれくらいあるんか正直わからんのやけど、少なくとも手で揺らした感じやとかなり固定されてる感じがしたから、多分ちょっとやそっとの地震では倒れんようになってると思う。効果は知らんけど、安心を買えたという点では現時点でも買ってよかったね。ちょっと注意してほしいのは、2本入りが2セットで売られてるところ。ワイは何も考えずに買ったせいで欲しかった量の倍届いたで。5つ目はシャオミの空気入れ。これはとにかくコンパクトな上に見た目も利便性も良くて完璧やね。まず見た目が高級アンプみたいなかっこよさがあっていい。サイズ感的には分厚さはあるものの、手でつかむのにちょうどいい大きさ。前はブラックデッカーっていうドリルにつけるタイプの空気入れ使ってたんやけど、付け替えるのがめんどくさいし、サイズもでかいしで結構大変やったんよね。やっぱ空気入れは空気入れで単体のものとして持っといた方がええと思う。何より機能が良くて、まず起動ボタンがない代わりにチューブ外したらオンオフできるという手軽さ。
あとは空気圧の高さを調整できる機能もついててプリセット付き。自分の自転車に合う数値に細かく調整することもできるで。あとはボタンを押すだけ。個人的にはこの機能がかなり助かってるね。適当に空気入れるだけでも手でタイヤ触ったらだいたいどれくらい入れたらいいかわかるけど、タイヤによって対応してる気圧の高さが決まってるから見てな。弱点としては充電方法がマイクロ USB なとこやな。ここだけは下線。あとはライト機能もついてるけど、まあこれは別になくてもええかな。6つ目はケーブルトレーというか、他にもいろいろ入ってるからケーブルまとめるセットやね。このケーブルトレーに配線全部まとめてるんやけど、これのおかげで掃除がかなり楽になった。デスクにネジ止めしてこのトレーに全部まとめとく。垂れるケーブルは電源タップのやつだけになるからデスク下がスッキリしてよかったわ。あと地味に良かったのが、他の配線まとめる系アイテムもセットで入ってたところ。別々で買ってもええんやけど、1個買うだけで全部揃うのが楽で良かったね。ちなみにトレーは2個入ってるから、配線が多い人でも対応できるし、 Y くらいの規模感なら1デスク1トレーで済むから2デスクに対応できるで。網網デザインで配線が丸見えやから、あんま見栄え良くないんかなって思ってたけど、実際普通に使ってる分には見え位置にあるから問題なし。真横から見たらこんな感じで、まあ配線がまとまってるなーって感じ。配線整理って結構大変なイメージがあるかもしれんけど、ただ置く場所を変えるだけやから簡単やで。7つ目はオープン型のケース。これ一応ガラスパネルとかついてるんやけど、側面はガラ空きになってるんよね。冷却に余裕があるから、ファンの回転数が減ったおかげでオープンフレームなのにむしろ静かになった。実は密閉型のアチアチ PC より裸の方が静かになるみたいやわ。冷却性能もいいし、大きいから拡張性もあってええ感じやで。まあ大きすぎることはたまに傷やな。今までがミニ ITX で一番小さかったから余計にでかく感じる。無難を求めるならデファインのミドルタワーが一番ええと思う。わいは賃貸やからやってないけど、壁掛けもできるみたいやから試してみたかったね。8つ目はスマホスタンド。最近動画の終わりに料理シーンを入れ始めたんやけど、その時一眼レフだと場所を取るからスマホ撮影にしようと思って買ったやつ。これだと全然場所取らん上に取り回しも楽やからかなり楽になったよね。ただ一個問題なのは、料理シーン入れるとそこだけ見る人が出てきたこと。まあこれは仕方がないというか、当然見る人の自由なんやけど、ちょっと専門的な話をすると YouTube の仕組み的にあんま良くないねんな。このスタンド自体はかなり便利やけど、今後も使うかどうかちょっと不明。ちゃんと最初から最後まで見てくれる動画を作らなあかんな。9つ目は俯瞰図のための三脚セット。これのおかげで真上からの撮影がしやすくなった。作りがしっかりしてて安定性が高いから調整がめっちゃ楽やねんな。ちなみにこれは元からセットだったわけじゃなくて、4つのアイテムが1つになってるからそれぞれ紹介する。まず1つ目はベルボンの三脚。これ一見するとただの三脚なんやけど、棒がかなり太めで剛性が高いんよね。今まで俯瞰撮影するときは細い三脚でやってたんやけど、ちょっと動いただけでグラグラ揺れて扱いが難しかったからこれ買って感動したわ。値段もそれなりにするけど、仕事としてしっかり使うなら1万円前後が最低ラインやな。これにたどり着くまでいろんな安い三脚試してきたけど、やっぱ安いんは軽い上に壊れやすかったり、何もいいことないんよね。この三脚の場合は棒が太いのもええけど、ネジが金属製だったりして全体的に作りがしっかりしてる。2つ目はタリオンの三脚ブーム。これが俯瞰撮影のための一番の重要アイテムやね。ただ棒を横方向に倒せるだけじゃなくて、細かく角度調整もできるから、棒がしなってもその分角度つけて調整できるのがええんよね。3つ目は変換アダプター。1個注意なんやけど、1つ目の三脚と2つ目のブームはそのままやと互換性がないねん。もしかしたら互換性持たせるためのパーツがあったんかもしれんけど、なくしたんかもね。で、このアダプター何をしてくれるかというと、ネジの大きさを合わせてくれる。カメラ系のネジってなんでか知らんけど、4分の1と8分の3っていう2種類の大きさがあって、たまにそこの仕様が違うくて使えんことがあるんよね。
ものによっては元から変換プラグをつけてくれてたりするみたいなんやけど、もしなかったりなくしたらこのネジアダプターを買うとええで。4つ目は延長ポール。これは三脚ブームを延長するためのアイテムやね。カメラに重さがなかったら棒なんて何でもええんやろうけど、ある程度重さがあるカメラやと棒の強度も結構大事になってくるんや。この棒に関しても結構高めではあるんやけど、軽いのに剛性が高い素材で作られてるからいいんよね。まあカメラ系の機材はお金がかかるってことや。これから俯瞰撮影するときはこのセットでやっていくで。ってことで今月買ってよかったものはこんな感じやね。みんなに特におすすめしたいのはやっぱ段ボールストッカーかな。あれは誰が買っても QOL が上がるアイテムやと思う。また何かリクエストとかあったらコメントよろしくな。ほな、散財は人生やで。